ショッツ田中です。今回はこのレアドロップを2つだねちょっと解放していきたいと思います。何なんだろうね、そもそもこれ。おお、エンブレム、お、迷彩、あーな、これレア。へえ、エンブレムとか迷彩ですね。あ、いいじゃないですかこれ。もう一回やろう。開けてみろ。どんな感じかな。はい、お、銃。待って、なんか出た。どう嬉しくないのかって言われたら、自尊心ジェスチャー銃。なんだこれ、待って、これな、何だったんだ今のは。ちょっと待って、あ、今の見てなかったな。誰のやつだろう、これの。まさかこれじゃないよね。いや、ちょっと待って、一応これ適当に解放していこうか。アンロックして、違うよねジェスチャー、やっぱりこれだ。マッチョマーンじゃないんだよ。なんだこれ、何これ。一応つけとこう。自尊心って何、この自尊心ってなんだよ。はい、というわけでね、今回は管使ってチーデスやってきますけども、さっきね出た、まあ、さっきって言ってももうかなり前になっちゃったんだけど、さっきと出たね迷彩の中で、まあ、一つショットガンがあったんで、ショットガンじゃやってみようかなって思ったんですけど、ショットガンも、まああんまりにも弱すぎてね、諦めました。何試合かやったけどあれは無理。あーぷんね、おい諦めんな。何ちょっと下がってんだよ、何やってんだよ、登れっつってんだよ本当に。ショットガン使ったんだけどあんまりにも弱すぎてさ、びっくりしたね本当に。だって多分てか敵即死じゃないんだよショットガンのくせに。エクスキューショナーより弱いよ本当に。エクスキューショナーより弱い威力で、まあ弾が12発あるっていうところだけが本当救いのようなショットガンがね、まあそんなショットガンの迷彩が出たとしても、僕はねあれを使いこなして動画に上げるということはないとね思ったんでね、2回ぐらいやって諦めました。あれは無理だね。あ、このショットガン距離見てみ、これ、この距離でこんだけ撃つんだよ。まあこの距離でこんだけ撃つっていうのもちょっとなんか見た感じだったらいけそうだねって思うけど、多分ね近距離でも2発必要だよって言った瞬間も終わる。 UAV があるんだけど、ここのマップは UAV 落とそうと思っても落とせないし、持ってきてないし、ランチャー、そうランチャー装備したかと思ったらハンドガン装備してる、なんか間違えてたんだよね。本当に、まあ、そこら辺は許してちょんまげですわ。あ、いるなあ、危ね、なんでこんなにいっぱいいるの、多すぎ。ここほら空が見えないんだよ、だからUAV がね落としづらい。でもね、ここぐらいじゃないかな、 UAV が落としづらいステージは。他はだいたい落としやすいんであれなんですけど、よっしゃ、普段も初めて使うよこれ。一応今回のこのあれのためだけに持ってきたっていう、クダちゃん。でも強いらしいですからねこれ、SMG の中じゃ。 SMG 僕そんなに得意じゃないんで使わないんですけど、このなんかハンドガンも強いらしいですね。こんな感じで撃てるらしいんでね、僕はでも無理ですよ、あんな連射でエイムはできません。エイムできないから連射に触れるけど、連射だけだったらあれぐらいいけるけど、連射じゃなくしに狙えるかって言われたら無理ですね。狙える人は多分強いと思うんだけどね、あれそっち行くと思うじゃん。違うんだなこれが。よし、あっあっ、やっぱ AKN さん強いっすね。お、こっちから来るぞ、気をつけろ。 SMG だからこちらもワンチャンありじゃない、こっちいっぱいそう。あー倒しやすい、いって、あれそっちにいたっけ、ディスかな。はい、透明になるボーイ、透明になるボーイ使えばねこんなこともできるんだよ。すごいっしょこれ。これはね相手も意表つかれてるはず。ほら本来ならこれだよ、本来ならこれだけど、透明になったらいきなりパッと出てくるから、割とねこれは使いどころかな。
あ、出た出た、あれ、いやー、あのキネクティブアーマーは強い。いけ、スパロー。おー、スパローさん、さすがっすね。じゃあ私もこっから、ここ結構来るんだよ。オッケー、オーマシン、危ないぞ。ブル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 、わあ、危ないな。なんだ君は。出た、かわいそうな。同情するわ。そのショットガンをね、いや僕が使ってたんで、こう新しい仲間が出てきたわけですよ。あ、ショットガン仲間だって思って。残党ですね。その生き残りがまだいたとは。あのショットガンを、あの呪われしショットガンを、まあショットガン全体が呪われてるからあれだけじゃないんだけどね。正直に言うと。多いね。こっちから来そうだな。来なかった。どっちみんな行ってるんだ。真ん中か。なるほど、回ろう。じゃあ回ったら多分バレない。チラリー、はい、ここと、この中だな多分。あ、中だなとか言いながら違うところ見るやつな。本当に予想あってたんだけど。まあだからね、結局カラー出ました、ジェスチャー出ました。ジェスチャーってじゃあ一体なんだろう、わからないから、とりあえずチデスでトップ取ってみるよっていうこれの感じですよ今は。危な。よし、さあここで勝ったらなんかなんのかな。迅速な支払いを求める。で、自分じゃないっていうね。まあまあいいでしょ、それぐらいは。その後ですよ、その後。その後に決めポーズするのかしないのか。決めポーズ別に。全然何もしねえ。一体何だったんだろう、あのなんかムキムキポーズは。よくわかんないっすね。まあこんな感じでね、今回はあのチームデスマッチをささっとやって終わりたいと思います。よくわかんなかったな。ぜひね、誰か、知ってる方がいましたら、詳細を教えてください。します。というわけで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。